さあスタートに向かいました日本大学の3年生になりました冬季幸和選手、早くも第一障害落下があります。1、2と落下があります。減点が8点となってしまいました。フランスで生まれましたセルフランセ、15歳になります。センバ、さあ早くも第4障害がダブル障害になります。 A 障害 B 障害ともに高さが1m20cm。 回り込みまして馬場の真ん中にあります、下に水が張ってありますリバプールの障害、 125cm の高さがあります。そしてまっすぐ行きまして 1m25cm、 奥行き 1m30 の草障害。そして第7障害、高さが1m25cm、 そしてこの障害 1m30cm の高さがあります。ここで3つ目の落下があります。そして最終障害、11番のチェスのオプサー障害クリアしまして今フィニッシュです。走行タイプが70